誰もが心の奥に抱く秘密、忘れられない過去の記憶、辛い出来事、今は想像することしかできないけれど、少しでもいい、自分のことのように寄り添えたらと思う。そうすることで、お互いの絆が深まっていけば、やがて。これがコロニーデルタ。何しろグレンのカムナド、その釉薬いかばかりかと思ったが、いける、これはいけるぞ。死生観、よし、総員全力で追い込み攻め立てろ。一兵たりともその命取りこぼすなよ。皆の者、よくぞここまで耐えてくれた。あとはこのグレンのカムラミが引き継ぐ。そんな追い込んだと思わせておいて、その実追い込まれていたのは我々だった。何者だ？衛兵とは違うようだな。なるほど、グレンのカムナギ、その名伊達ではなさそうだ。死生観？いや、貴様は
男を発見。ソラ、どんよりしてきたな。みんな、こっちだ。新規登録者を確認した。こっちだ。こっちこっち。新規登録者を確認した。新規登録者を確認した。こっちこっち。任せておきな。みんなこっちだ。名前確かに覚えたよ。合わせていくよ。任せてくれ。そう。買えるものがあればいいんだが。よっ。目移りするな。買えるものがあればいいんだが。どうしたんですか、軍務長。ああ、君たちか。先の戦いで鉄巨神が大破しただろう。その影響で遠隔で管理していた自立型レウニスが命令を聞かなくなってな。よくわかんねえけど、それって大丈夫なのか。ああ、うちの技術部の連中を送ったからすぐに状況もわかるだろう。その自立型レウニスが必要なの？もしかして戦闘があるとか？
そうではないから安心してくれ。コロニーラムダは今エーテル採掘に注力していて。なんだ坑道の崩落との通信が。何？すぐに向かう。各隊の編成は済んでいるか？全て終わっています。では先に向かっていてくれ。わざわざ顔を出してくれたというのにすまないな。軍務長、僕たちも手伝います。太陽、頼めるか？はい。坑道の入り口へ急ごう。得るものがあればいいんだが。疲れは残さないようにしないとな。相談があるんだけど。相談があるんだけど。みんなに聞いてほしいことがある。
いろんな場所へ行ったよな。私が手を貸そう。僕も行く。使えるものがあればいいんだが。名前、確かに覚えたよ。よっ。はっ。名前、確かに覚えたよ。名前、確かに覚えたよ。
関係が変わったみたいだ。関係が変わったみたいだ。僕お腹空いちゃった。何かお腹に入れておこう。いただきます。ふう、食べた食べた。マナナの料理に期待してるぞ。さあ行こうぜ。先は関係が変わったみたいだ。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら、こちらの筋力なら問題ない。これ以上は引きつけられない。さあ俺が引きつける。このまま行くぜ。買いに答えるね。ミョウゴ、これ以上は引きつけられない。ヘイ、吹き飛べ。クラッシュアウト。僕が相手に。スイング、買いに答えるね。ミョウゴ、待て。カウント、リロード。俺が引きつける。ワイン、ラスカシャフィールド。はい、ドリバトン。エーテル、譲るの。ラナ、敵は俺に任せる。さすがなぜのはミョウガ、ラストレッジ、ウロボロス。力は十分。なんか物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。とよっとよっ。そこをどいてくれ。準備万端、いつでもオッケーだよ。スーパーコロール、優勢だ。このままオッケーだ。は俺に任せろ。ノア、かっこいいじゃねえか。こっちだよ。すごい派手な戦いぶりだろ。もっと褒めてくれよな。そこをどいてくれ。うん、勝つよ絶対。あ、バルスラッシュ。僕が相手なんだろ。ユナ、ミョウガ、エアスラッシュ、ハンマーヘッド、クラッシュアウト。絶好調だな、ユニ。セアッハ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 。これからもこの調子で行こう。朝になったよ、ね、送ってあげようよ。
大幕府の上層ってコロニーラムダをよじ登ればいけるんじゃねえか。お前と背中くらいだろ。珍しいものがあったぜ。少し待ってくれ。あの装置を使えばさらに先に進めそうだ。動作させるにはこうして、あとはこいつを。何が入ってるか。よっ、エーテルは回収しよう。
って珍しいもの？初めて見る場所だな。鍛錬に休みはねえ。
俺の力で。僕も行く。名前、確かに覚えたよ。名前、確かに覚えたよ。関係が変わったみたいだ。塞ぐな。うん、あーいいよ。倒す。俺が引き付ける。これで引き付けられない。奴が相手だ。これでもっと戦える。これ以上引き付けられない。通用しないとは。俺が引き付けられない。これ以上引き付けられない。この程度は予測の範囲なんだ。回復してあげる。待て。敵だ。敵だ。オレンジよくなってる。あ、いい感じだ。まだそんなもんじゃねえ。たまにはこれほども悪くない。これはさ、一発だ。よっ、カウントボールならもっとやれるよな。カウントボール、いらっしゃい。このタイプだろうね。そこだ。ラッパーヘッド。ヒールバレット。直すのは得意だから。力がよ。まだまだいけるよ。どっちが相手だろ。
れは。貴重なものが手に入ると。関係が変わったみたいな。珍しいものがあったぜ。戦って損はない敵だ。貴重なものが手に入ると。
空手だ。気をつけろ。やってみせる。弱気の差し立て。なるほど、ここか。もうすぐ行動だ。地盤は安定していたはずだ。一体何が？おい、あれ見ろよ。あそこが崩れたんだ。あ、モンスターがいるよ。エーテル濃度が高いところにいた奴らがここまで出てきたのかもしれん。早く行こう。まっすぐ行ける場所ではない。回り道をしていかねば。レウニスがあんだから、それでパパッと終わらせられねえのか。レウニスの起動には各隊トップの許可が必要だ。緊急事態だってのにのんきなこと言って。お前たちはここで待機だ。二次被害を想定し。ですが軍務長。行動口の補強を終えたら一部撤退だ。他は衛星部隊と連携し怪我人の手当てに当たってくれ。この命令は特別措置だ。責任は私が取る。各隊にもそう伝えろ。はっ。さて、君たちだな。大丈夫です、任せてください。わかった、すまないが頼むぞ。崩落現場に向かうにはまず上へ向かう必要があるんだ。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。よし。ふっ。何が入ってるか。と。エレベーターが使えるぞ。これを使って上へ行くんだ。これなら移動できるな。
とは待つだけだ。みんな、応戦の準備を。そろそろ何か食べておこう。やりたくはないけど、この道を塞ぐな。よなめんじゃねえぞ。どれ？ビッグインパクト。クラッシュアウト。ラッシュアウト。ミョーゴ。どうだ？クラッシュインパクト。パワーヘッド。ハイダーサイドゾーン。スイング。嘘つき。援護上がったぜ。どんな相手だ。もっと褒めてくれよな。来た。俺が引きつける。僕が相手に。かっこいいじゃねえか。先手は基本。よかった。ルームスラッシュ。待て。アスラッシュ。僕が相手に。ありがとう。ジャイアントスイング。スラッドレッジ。急ぐぞ。
相手をするか。バックラッシュ、これは基本。本当に強い。ドリームムチだ。待て、このまま行く。ラス、僕の間に入ってな。ありがとう。クラス一発だ。この調子で攻めるヒット。さすがだ。使いこなせてきたかな。エーテルは回収しよう。大丈夫、いつも通り行こう。クラッシュアウト、ウコンコール、このまま行くぜ。今日は俺に負けない。待て、クラッシュアウト。僕が相手になろう。期待に応えるね。どうなんじゃ。待て、スイッチ。ウコンコール、今なら。ドリームヒット。私にかかればこんなもんだ。まったく、フォローする身にもなってほしいな。この先のエレベーターを降りればすぐだ。このままにはしておけない。問題ない。誰か聞こえるか？助けに来たぞ。軍務長、無事です。全員生きてます。どうやら奥で作業していた者は少数のようだが、無事でよ。地盤にしてもこの支えにしても崩落を起こすとは思えなかったが、潜んでいたモンスターどもが脆くなった岩壁を破壊して出てきたのか。掘削でより濃度が高い場所につながり、そこにいたモンスターが動き出したのでしょう。エーテルが見つかるのは嬉しい限りだが、今は救出を急がねばな。まだモンスターがいるかもしれない。気を引き締めていこう。ああ、崩落した場所は近い。急いで向かおう。はい、軍務長。初めて見る場所だな。みんな、応戦の準備を。エーテルを蓄えていた連中だ。気を抜くなよ。ふっ、行こう。行こう。また行こうぜ。俺が引きつける。もう一度暴れしてやるか。これ以上は引きつけられない。クラスに引きつける。ありがとう。冗談。これ以上は引きつけられない。ジャイアント、助かる。冗談。全力でかなり俺が引きつける。マスクが入ったよ。スチグマ、まだまだ立て直すか。まだやれる。俺が引きつける。
27 monsters killed me. I'm not gonna fight them at all. くれよな。僕の指示に従ってくれ。
ローする身にもなってほしいな。どうする？相手をするか。僕が相手になろう。ありがとう。フックルフルこれでよ。アルコールフォール。もうヘッド。ハイタハイタ。ダビラ。よく交渉して攻め続けて。ハンマーヘッド。これ以上。みんな気を抜くのはなしだよ。クラッチアウト。俺が引きつける。これでもっと戦える。これでハグーパス。もうヘッド。僕は相手になろう。これでもっと戦える。クロスインパクト。これでは何これがプロボラ。力は十分。だろ？もっと褒めてくれよな。待つのがじれったい。連中だ。気を抜くなよ。な、待て。俺が引きつける。期待に応えるね。僕が相手に。ありがとう。クロスインパクト。これ以上引きつけられない。僕が相手に。な、俺が引きつける。あ、カスが入ったよ。俺の力だ。こんなに。やってやろうぜ。嘘じゃ。僕が相手に。これでもっと戦える。すぐに助ける。任せて。ほら、起きて。すまない。対策を練るとしよう。君が倒れたらダメだよ。ああ、すぐに立て直す。どうにか片付いたようだ。レウニスに乗っていたからか、大きな怪我はなかったみたいだな。不幸中の幸いとでも言うべきか。ともかく体温、いや君たちには助けられた。ありがとう。いえ、軍務長の指示があってこそです。ああ、判断が早くて対応も迅速だった。私はこれぐらいしかできないからな。ラムダの皆も、そして君たちも、自分のすべきことを分かっていたから崩落から仲間を救えたのだ。感謝してもしきれない。それにしても近くの場所でエーテルが安定して取れるなんて羨ましいよ。うん、つい最近うちの部隊の調査でエーテルを採取できることが分かったんだ。
豊富な資源があればコロニーも安定するだろう。エーテルが足りてないコロニーは多いって聞くな。なくてはならない資源だと皆も分かっている。失ってしまう前にどうにかしたいという気概をラムダの皆が持っているのだ。ところでお前たちの旅はどうだ。旅ですか。お前のように強い意志で前へ進む人間が羨ましい。そんなことは。軍務長ってのはそれだけで大したもんだと思うけどな。グレンのカムナリア、噂に聞く白金は確かに強いだろう。だが私は彼らのように単身で道を切り開けるような男ではないよ。それはほとんどの人がそうだろう。私の弱さは私自身が一番分かっている。あの日ナミやお前を失ったことで思考を放棄した。責任の所在を誰かにぶつけようとした弱さを失政官につけ込まれてしまった。これは失って気づいたことの一つだ。皮肉にも失わなければ私は私の中にあったあの感情を知ることもなかっただろう。聞きたくもない話を聞かせてしまったな。そうだ、君たちには礼をしなければな。後で軍務長室に来てくれるか。待っているぞ。エーテルは回収しておこう。もらっておこっか。エーテルは回収しておこう。Wait, what? さて、君たちに礼をしたいと思うのだが。俺たちは見返りを求めて手を貸したわけじゃないさ。ま、そうだな。そんなのは別に期待してねえよ。しかし、そういえば自立型レウニスの話は落ち着いたの？動かない理由がわからないと報告を受けたばかりでな。あの崩落を見た以上、今以上に万全を期したい。そのために自立型レウニスは必要不可欠なのだが、こちらに戻すこともできないのでは使うに使えない。でもな、何から何まで君たちに頼むつもりはない。崩落の際に力を貸してくれただけで。失礼します、軍務長。自立型レウニスの件で報告が。何か進展があったか。はい、どうやら起動したらしく。そうか。一度軍務長に見てほしいと。使えるかどうか判断を仰ぎたいようで。わかった。というわけだ。来てもらったのにすまないが、行かなければ。自分も行きます。体温。まあいいんじゃねえの。乗りかかった船って言うだろ。邪魔はしないからさ。それならいいだろ。わかった。ついてきてくれ。
任せてくれ。自立型レウニスはピラー断崖の洞窟に配備しているんだ。こんなことしてる暇なんてないんだがな。すまない、僕の勝手で。あ、いや、責めてるんじゃねえよ。僕にはイスルギ軍務長に大きな借りがあるんだ。だがそれを抜きにしても手を貸したくなる、そんな人なんだ。おそらくラムダに住む兵士たちはみんなそう思っているはずだ。コロニーに軍務長に思い入れがあるのはいいことだと思うな。確かにそれはそうだろうな。どうしたんだ。おい、大丈夫か。軍務長、あのレウニスいきなり動き出して。何？俺たちに向かってきやがった。自立型は私たちを襲わないよう制御されているはずだ。すぐそこからだ。俺たちがついてきてよかったじゃねえか。軍務長は下がっていてください。ここは僕た…何を言う、私も戦うさ。見ているばかりでは示しがつかないからな。行こう。お、あれはやっぱり洞窟か。中はどうなってるんだろうな。クラッチアウト、ルトンポール。Get up!
からない。力が溢れてくる。まだまだ準備をしておけ。ぶっ飛ばすからよ。この力すごい。みんなの回復。ここからや。遊びじゃ済まないから。この任せろ。
勝てな、こいつ。暴れて手がつけらんねえ。おい、何する気だ。奴らの動力源を叩く。どうやって。型をつけるぞ、体温。はい。やるじゃん。さすがだな、太陽。イセルギ軍務長。終わりだ。君たちには助けられてばかりだな。ありがとう。何か礼になるものを。でもどうして自律型レオニスが襲ってきたの。再起動の折、無差別に敵を攻撃するよう仕組まれていたのかもしれない。そういうことか。強制的に再起動したことにより別の命令が呼び起こされたということだな。そんな。この件の詳細は技術部に調べてもらうとしよう。必要なものとはいえ危険を伴う以上慎重にならざるを得ない。さて、君たちにはやはり礼をしなければな。言っただろ、見返りを求めてやってるわけじゃないって。だがそれでは私の気が済まん。大きな借りもある。そう言われてもな。何かあるか。何かって。それなら一つだけ。なあ、何でも言ってくれ。お前にも迷惑をかけたからな。もう一度あなたと共に戦いたい。何？僕の進む道が間違っていないとあなたにも知ってほしいんです、軍務長。太陽。そうか。私には軍務長としての仕事もあるからな。常に共にいることはできないかもしれない。だが私もラムダも太陽の、いや君たちの力になると誓おう。必要になったら遠慮なく呼んでくれ。どこにいようとも駆けつけよう。ありがとうございます、軍務長。私も君たちに負けないよう研鑽を積まねば。コロニーラムダはこれからも発展を続けなければならないからな。そういうことなら俺たちが手伝ってやってもいいぜ。さすがにそこまで君たちに頼むわけには。もう仲間じゃないか。仲間に頼るのは悪いことじゃないだろ。そうか、仲間か。君たちはとんだお人よしだな。なんだ、手伝うってのにその言い草はよ。いや、大意はない。いざとなったら頼らせてもらおう。いつでも
いつでも声をかけてください。仲間に恵まれたようだな、太陽。君たちの力になれるよう努力する。守ってやるよ。記録しておかない？